見てくれたかしら、綾小路君、私と兄さんの仲睦まじい姿を。ものすごい勢いで兄貴に詰められてたな。相当嫌われてるのか。あなた一体どこを見ていたの？私が兄さんに嫌われている？ありえないわね。どこからどう見ても仲良く手と手を取り合っていたじゃない。手を取り合ってたというか、打ち込まれる寸前だったというか、ひょっとして俺の勘違いか。勘違いも甚だしいわね。私と兄さんの関係は互いに良好になることを期待しているものであって、あえて緊張と緩和を繰り返している。それが長続きの秘訣よ。伝わってくる熱量がとてつもないことだけは理解できた。まったく、どうしてあなたみたいな人が主役なのかしら。あなたの出番を極限まで減らして、兄さんの出番を増やしてもらいたいわ。ようこそ実力至上主義のお兄様へってタイトルに変えてもらえないかしら。タイトルからは全く中身が想像できないな。ちょっと偉い人に掛け合っておくわよ。タイトル変更してもらえるかどうか。もうめちゃくちゃだな。次回第3話、人間は取引をする唯一の動物である。骨を交換する犬はいない。早くまたお会いしたいです、兄さん。